私は、子供の頃は少し純粋な部分もございまして、当時は先生が言うんだからそうなんだと、日本人が悪かったんだと子供心に思いました。これが自虐史観というものを作り出したというふうに思います。広島の慰霊碑の前には多くの海外からいろんな方が訪れられます。慰安婦の問題についてもそうですけども、日本が悪かったから無差別に無差別殺人を行う兵器を人類初に投下されたのが広島であると。まあアメリカの政府の見解はもちろん向こうの内政もありますからいろんなこと言うでしょうけども、少なくともうちの祖母やうちの子供だった当時子供だったうちの父に原爆を落とされて被爆に遭うほどの責任があったとは到底思いません。この私が政治家を志そうとした一つの大きな要因の一つに、私はこの比例の文の過ち云々っていう文言をぜひ広島からなくしたいという強い思いを持って政治を志しました。まあなかなか広島選出の議員にとってこの問題に触れるのは今までタブーとされてまして、誰も公の場では言わなかったということもありまして、ぜひともそれを言っていきたいという思いでやらせていただいてるんですけども、この碑文について普通の日本語解釈をしたらやはりおかしいというふうに思うんですけど、菅官房長官いかがお受け止めになられますか。菅官房長官。実は私この碑文について委員から質問通告の中で初めて知りました。で、ご指摘の碑文は広島市によって、まあ、作成されたということでありますので、まあ、政府の立場としてコメントすることはこれは控えさせていただきたいというふうに思います。その上で、まあ、いろいろ調べる中でですね、広島のこのウェブサイトによりますと、この碑文はすべての人々が原爆犠牲者の冥福を祈り、戦争という過ちを再び繰り返さないことを誓う趣旨であるというような説明もありました。いずれにしろ戦争は二度と再び起こしはならない、そのように考えます。質疑の時間が終了いたしました。ありがとうございました。他にもたくさんあったんですけど、また次回させていただきたいと思います。ありがとうございました。次に松田学君。日本維新の会の松田学です。今日本維新の会、中丸委員の方から質問させていただきましたが、前通常国会に引き続きましてメンバー同じでございます。今国会もよろしくお願いいたします。